はい、爆走大人小学生の山田優太です。石原美咲です。野田克也です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、大人小学生 YouTube 企画やってまいりました。はい、もう早速ですね、今回の企画内容を皆さんにお伝えします。はい、小坂隆夫の部屋をきれいにしてみた。イエイイエイはい、で、お伝えするとですね、実は山田優太、小坂隆夫、森田春樹3人でルームシェアしてます。新事実、新事実、重大発表です。どうですか？いや、発表したくないよね。事情説明すると、やっぱりコロナがね、その昨年ちょっとひどくなった時に、ね、やっぱ3人ちょっと危ないな、密だなっていうところで、高尾だけ実家に避難するっていうところで、ずっと高尾が1年間もうそのまんまなんです。今はちゃめちゃです。それをですね、せっかくなんでちょっとみんなで綺麗にして、しっかりと高尾がね戻ってこれる準備をやろうじゃないかと、はい、はい、そういう企画でこの企画をやっていきたいと思います。いきますね。お邪魔します。ください。大人小学生メンバー連れてきました。あ、はい、お、え、どうしたどうしたどうした、急に来たよ。今日の企画ははい、小坂隆夫の部屋をきれいにしてみた。イエーイ。え、俺の部屋を、はい、ちょっと待って、やなんだけど、だってやばいじゃん。いやいや、やばいんだけど、やばいじゃん。マジでアポなしじゃん。まあ確かに荒れてますね。はい、はい、だからお客さんにも高尾ちゃんの部屋が待って、荒れてる。いや、変なもん、いや、ないけど本当に、うん、多分ないと思うよ。怪しい本とか。いや、もう青春派ですから。どういうこと？ここが自分の部屋なんですけど。いやいや、ちょっと、ちょっと散らかってるんですよね。ちょっとじゃないですよ。いや、言い訳させてもらっていいですか？あ、どうぞ。いや、ちょっと、まあ、コロナでちょっとしばらく家を空けてたんですよ、うん、家を空けてて、もう完全にもうほったらかしで1年ぐらいで、まあちょっとね、久々に帰ってきて、もう言ったよ、言った、全部俺がそれ前に、前のくだり説明してるから、うん、まあ言うてもほぼそのまんまの状態なんで、はい。じゃあちょっと高尾と春樹もじゃあマスクしてもらって、はい、でみんなも一回手洗いうがいをしてもらって、はい、重要、スタートしていきたいと思います。じゃあそれでは片付けスタートになりまーす。じゃあ行けたー。俺 NG ワード言いそうな気がするんだけど。え、あれ先生、え、 NG ワードって何ですか？今回の企画には、掃除中の会話で計4つの NG ワードを設定しました。3つは1個と100円、1つは一言で500円を掃除後にお支払いしていただきます。100円の NG ワードはゴミ、段ボール、やばいです。でもまとまってるから偉いと思わない？偉くねえ。とりあえずどこに置いとく？ここに。あとはやつとしてまとまってる。臭いんですけど。やばいやばい。先に窓開けようぜ。結構僕の服かかってるんですね。ハルキのね、ハルキの洗濯物を風にかけられてるんで、ね、いないからいいかと思って、ちょっとパブリックしとこうか。はいはい、こういうのもね、こういうのも外に行きますよ。あ、これちょっと待って、ゴミ、あ、ゴミ、いない。二つぐらいいるか。大丈夫、基本いらないと思うか。待て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 、そこはね、そうでしょ。いやいやいや、いるものもありますよ。うん、あ、それはいらない。
ね。これモップのやつだよね。モップのやつ。モップのやつがすでに汚い。捨てよ。てかこれなんで。これ何？これも全部捨て？いやちょっと待って。これ。これね。扇風機。これ扇風機のねあのあれあれ。これは使います？これは使う。これ捨てるの。ほこりがすごくて。歩くのもままならないです。じゃあ俺の毛じゃないかな、多分これ多分猫だね。猫、そう、猫だ、ね、ってねえだろ。猫で、あとさ、小坂さん髪の毛短いじゃん、うん、長いじゃん。山田さんの毛じゃない？山田か、春樹じゃないのこれ。僕、こっち来ないですもん。いや、ちょっと洗濯が扉見つけちゃったんです。いい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。え、これね、ここ何ですか？山田優太の部屋です。小坂さんの部屋を通過して、見たい。え、ダメですか？ダメダメダメ。なんでですか？いや、やっぱね、プライベートだから。高の部屋は、ね、ゆっとさん、俺の部屋通らないと。そうできないんで。はい、じゃあもう。はい、もう終了です。ミサ、お疲れ様。あと、靴下とこは綺麗に履いてるんですね。ちゃんとしてる。豆、うん、A 型ですから。A 型ならこんな部屋着たくなるのかしら。畳みかなんか。あれだよね、結構小道具とか、大人小学生の小道具とかもいっぱいあるんだ。そういうのも管理してたからちょっとね、あれなんですよ。ちょっと違っちゃった。なるほど。言い訳できたポイント見つけた。ダンボール系のは別にいらない。とりあえず出して、高尾ちゃんに、まあ、いるもの、いらないもの選別してこれ。洗濯、いる、いらない？あ、いる。あ、それ最近着てるやつ。それ、いつも着てる。あ、それ洗濯するやつ。だんだん床が見えてきましたね。高尾ちゃん、これは個人的に履いてるやつ。犯罪の匂いがする。違う。高尾ちゃんの趣味じゃない。違う。やってそれはね、本当あの団体として落としようとしても。小道具ですか？衣装ですね。お魚。あの、これだった。あ、そう。これでいいやつ。あー。それ前使ってたやつだね。使ってたリュック。ちょっと。モーターのちゃんといいやつ。そう、これ結構長年使ってた。捨てよう。ただね、断捨離、断捨離。断捨離ですよ。女性キャストだけ積まれた。いや小坂さん、誰か連れ込んだ？いや衣装靴です。一足だけだけど。夜逃げバッグ。また出てきた、小坂さん。いや、衣装だ。これ衣装だね。誰履いてた？これ俺が履いてたやつかも。でもゆうたさん長袖。うん。これそうだ。あ、そうだ。ハーザータグ。あれ違う。山田ゆうた役の山田ゆうたって。履いてたやつだ。へえ。やば。地面落ちてるんですけど、これくっついて取れないんだ。ベランダもね、やばいね。これ免許証。これ昔の免許証。なんか私ずっとこう入ってきた時から気になってきたんですけど、なんかこっちにも部屋あるんですけど。何お邪魔しまーす。ダメ、ここダメ。ここは入っちゃダメ。こっちもやった方がいいと思います。今のそこはカットで、カットでお願いします。カットで、割愛で掃除しましょう。はい、掃除しましょう。掃除しましょう。あんた人のやってる場合じゃないわよ。はい、掃除しましょう。もう拭いても拭いても埃が出てくる。こういうのさ、出た。小坂さん、はい、アヒルが出てきたんだけど。小坂さんの趣味、くそ
違う。いや、あの、お年玉使った記憶。うちじゃないんですけど、うちじゃないんですけど、これ衣装として使ったやつ。これ自分で買いましたよね。自分で使いたい。自分で買ったんですけど、いや、あの、趣味とかじゃなくて。なんか臭いよ。あ、アヒルの頭についてたやつだ。めちゃくちゃ綺麗になってる。めちゃくちゃ綺麗になってる。今回新しくこちらに机を置かせていただきました。あの前の時はここに段ボールがいっぱいあったと思いますけど、今回机を置かせていただき、しかもその後ろに実はここに空気清浄機も隠れて付けさせていただいております。はい、しかもここにですね、もう男の子大好きプレイステーション、こちらも設置させていただきました。ね、小坂さんのメイクもね結構されるとお聞きしたんでね、こちらに鏡と あとねライトの方もこちらの方に付けさせていただいております。いいっすね。はい、こちらでね、メイク練習などメイク配信などもね、こちらで、ね、いいね、やっていただけたらなと思います。めちゃくちゃいいっすね。はい、でですね、私のこだわりはこちらですね。この瓶だけなぜかさっきは置いてあったと思うんだけど、はいはい、割り箸を刺してアロマディフューザー作りました。これでいい香りが。そう。でこちら山田さんからのね、はい、あの差し入れです。お掃除祝い差し入れということで香水3つ置かせていただきました。プレゼントです。ありがとうございます。使いかけっすよ。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで小坂隆夫の部屋をきれいにしてみた、大成功です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは結果発表でーす。じゃあまずは NG ワードから、はいはい、発表させていただきます。はい、一つ目がゴミです。俺言ってるの。俺めっちゃ言ってるでしょ。これゴミじゃねって。言ってたかもしれない。ごめんです。やばいです。やばーい。で、ミサさんめっちゃやば。最後が段ボールです。あ、俺言った。やべえ、俺って段ボールの作業してたわ。どうしてたの。俺段ボール言ったわ。そして500円の大型ワードは大人小学生（括弧音小）です。俺言ってない気もする。俺言った？あ、でも音小のこれなんかとか考えとか言ってたかも。言ってるじゃん。発表します。5位は0円で春樹さんです。よっしゃー。0円0円です。喋ってねえ。いや、つまんないよね。真面目にそうじゃん。逆にダメだよ。じゃあ次4位ですね。4位が400円です。ミサさんです。よかった。よかった。ちょっとやばいやばいね。多分ね、俺結構言ってる気がする。第3位です。700円です。おお。小坂さんです。おお。よかった。ちなみに小坂さん一番何が多かった？第1位を発表します。はい。1位は野田さんです。野田さんが1500円です。いや、だって式取ってたもんね。これが結果です。じゃあみんな、うん、それを募金をしてもらって、うん、次の YouTube 企画に回します。はい。ということで、じゃあ皆さん本当にお疲れ様でした。そしてじゃあ高尾、最後一言バーン言って終わりにしましょう。いや、皆さん本当に、まずは本当にね、メンバーに助けてもらって本当にありがとうございます。これからもね、もう本当にとにかく綺麗に、身の回りを綺麗にしていこうと思います。
そしてこれからも小学生の皆さん応援よろしくお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。Mm-hmm.